皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、星組三兄弟の姿に涙、ゆずきレオンディナーショーレオンマストゴーオンということで、いやーもうね、これはずっとずっと話題沸騰でしたけれども、元星組トップスターのゆずきレオンさんの芸能生活24周年を記念した素晴らしいディナーショーに私参加してきましたので、今日はねそのレポをお届けしていきたいと思います。もうねゲストも豪華で、そしてちえちゃんも本当に素敵で最高の夜をね過ごさせていただきましたので、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、もう皆さん見てください、こちら。はい、ちえちゃんがね本当にかっこよくって、いやもうなんか現役、まだ現役のトップスターさんなんじゃないかって思うぐらいに本当に素晴らしいディナーショーでした。で、あの大阪とそして東京と2カ所でディナーショーを開催されまして、今回構成演出は宝塚歌劇団の野口先生ということで、もうね宝塚愛には溢れたあの野口先生が担当されたのならもう間違いないとね、見る前から期待が膨らんでしょうがなかったです。そしてお衣装も加藤真美先生という素晴らしい、もう本当にどこを見ても眼福であろうと思いながらね見て、あの楽しませていただきました。そして今回ゲスト出演として元星組トップスターの紅ゆずるさん、そして元空組トップスターの真風すずほさん、お二人が出演されるということもあって、これもねまたもうあの黄金時代の星組の三兄弟が並ぶということで、いやーもうねほんと皆さんね、チケットが取れるのかしら、行けるかしら、どうしても行きたいとね、もう本当に SNS でもかなり話題になっていました。でコーラスが音羽みのりちゃん、そして夢木あんるちゃんということで、こちらもね星組で大活躍されてきた娘役のお二方ね、しっかりと美しくねコーラスを務めていらっしゃいました。で今回、まあ、ちえちゃんもねすごくすごく楽しみに、そしてかなり思いを込めて力を入れてこのねディナーショーを用意してこられたんだと思います。で宝塚のね楽曲で構成されているディナーショーということなので、もうね私このセットリストがあらかじめねやっぱりこう SNS で拡散されてしまったので、それを見ただけでももう涙が溢れそうなぐらい、思いが溢れそうなぐらい感動していたんですけれども、実際見るとねもう本当に、あーちえちゃんのこんな舞台あったな、こういうお役だったな、こんな姿だったなっていうのが走馬灯のようにこう蘇ってきて、いやなんかもう客席の熱気もすごかったですし、舞台の熱気もすごかったですし、なんとも言えない素晴らしい時間を、過ごさせていただきました。で、まあね、この、ゆずきレオンさん、そして、紅ゆずるさん、真風すずほさん、まあ、3名について主にね、ちょっと語っていきたいなと思うんですけれども、まず、真風すずほさん、ね、まだね、こう、お辞めになって、間もなくということなので、一番宝塚らしいというか、あ、もう、ついこの間まで拝見していたお姿だわって思いながら、もう、でもやっぱりね、かっこよくって、その真風さんが出てきてね、歌われる楽曲がもう本当に感動的で、特に、このロミオとジュリエットの僕は怖いをちえちゃんとね、ゆずきさんと歌われたんですけど、こんなものを今見ることができるなんて、もう本当にありがたいし幸せって思ったぐらいに、ね、あの、真風さんの詩、そして千恵ちゃんのロミオっていうのをもう本当に何度も見ましたし、いやもうなんかあれをまた目の前で見れると思うと感無量で幸せすぎる時間でした。そしてそこからのね、ジャックポットということで、まあ、これもね、オーシャンズイレブン思い出の楽曲で、紅さんとね、歌われましたけれども、いやなんかここもね、本当ああなんかお二人が並んでた時代が懐かしいなって思いながら見せていただいて、で真風さんに関しては、まあ、後半ね、あのオーシャンズイレブンからまた愛した日々に偽りはないという楽曲も歌われましたし、なんといってもちえちゃん、レオン2からちえちゃんの場面でもまたね、ちえちゃんのお母さんの役で出ていらっしゃって、そこもなんかコミカルで、ああれからすごく時間が経ってお母さんもなんだかこう大人の色気が出ていらっしゃるとか思いながら
見せていただきましたし、あとトークの場面ではもう本当になんか紅さんと千恵ちゃんとまかぜさんっていうそのバランスがね懐かしくって、本当に面白く拝見させていただきましたし、まさかのね柚木レオさんのことが苦手でしたとかねいうお話もとっても面白いお話をねされていて、なんかそのくだりもあーなんかこの関係性だからこそこういうところでお話できる話なんだなって思いながら楽しませていただきましたし、まあ最後はね涙を流していらっしゃいましたけれども、本当にねあーまかぜ鈴穂さん素晴らしいトップスターさんだったな、そしてこの3人の並び最高だったなって思いながら見せていただきました。で、紅ゆずるさんですよね。もうね、ほんと久しぶりに私、ね、紅さん拝見させていただいたんですけれども、すごくすごく、お歌も素晴らしくって、やっぱりね、頭の回転が早いというか、とってもとってもね、トーク力の優れた方なので、私もこう、勉強させていただきながらという感じで見せていただいて、やっぱり起点がね、すごい聞く方なので、トークのまとめ方とか、そう、広げ方とかっていうのも、すごく素晴らしくって、で、いざね、楽曲に入られると、もうすっごくかっこよくって、なんか宝塚にいらっしゃった頃とまた違う魅力がすごく溢れていらっしゃって、今の紅さん、とっても素敵だなって、私は思いました。なので、ね、星を継ぐもの、流星からの楽曲も、まあもちろんなんですけれども、私は一かけらの勇気、スカーレットピンパーネル、もちろん劇場で拝見させていただいたので、ああ、なんかすごい懐かしいな、あの頃はこうだったなと思いながら見せていただいて、これからもっともっと活躍していただきたいなって思いましたし、やっぱり、柚木レオンさん、千恵ちゃんと紅さんとの関係性だからこそ話せる話し方だったり、接し方だったり、いじり方だったり、そう、お話の内容もそうですけれども、そういうところも、やっぱりなんか、ああ、このお二人だからこそ分かり合えるんだなって思うところもあったりして、いやなんか紅さんのその存在が今回のディナーショーでとっても大きかったんじゃないかなって思いました。本当に素敵でした歌唱。そしてまあね千恵ちゃんね、本当に私は初舞台ご一緒させていただいて、そこからね千恵ちゃんの活躍見てきましたけれども、もうなんせ楽曲が本当に千恵ちゃんのこれまでを振り返るにあたって素晴らしすぎる楽曲で、でオープニングねありまして、レオンマストゴーオンね、この曲をまあ、ディナーショーのおそらく曲なんですけれども、これを歌われて、で DD ダイヤモンド、ディアダイヤモンドですね、さよなら公演の時のショーの楽曲です。そしてアマールアマール、これはノバボサノバはね初舞台ご一緒させていただいてたので、なんかその初舞台でご一緒した千恵ちゃんがね数年後ご自分が主演でノバボサノバやられるって聞いた時も本当に嬉しかったですし、拝見させていただいて劇場でなんかすごくすごく胸が熱くなったのを覚えていますし、千恵ちゃんがノバボサに対する思いっていうのも、すごく伝わってきたので、この曲をディナーショーで聴けたっていうのもとっても嬉しかったです。でベノスアイレスの風ね、この曲も私も本当に大好きで、千恵ちゃんが歌ってる姿を見ながらすごくその時のこととかもね蘇ってきて、あの時はでもまだね若い千恵ちゃんだったのでトップスターになる前のね若い千恵ちゃんでしたので、ああなんかすごくそんな頃も見てきて、そしてトップスターになられて立派になっていかれる千恵ちゃんも見てきて、そして今こうやって対談されてからの千恵ちゃんも見ることができて本当に幸せだなって思いながら見ていました。で本当にね楽曲そのセットリストが素晴らしくって、でブエノスアイレスの風で、その後流星で太陽詩人記早急の彼方があって、セレブリティでハプスブルクの宝剣、エトワールド宝塚でロミオとジュリエットの僕は怖いで、ジャックポットオーシャンズイレブンですよね、で太陽王の大切な人よ、でそこからがちょっとナポレオンメドレーみたいな感じでナポレオンの楽曲を歌ったり、千恵ちゃんが一曲丸ごと踊ったりされていて、ここがねもう本当に素晴らしくって、私千恵ちゃんのナポレオン大好きだったので、こんなにたっぷりとまたここでナポレオンに出会うことができて再会することができて嬉しいなって思いましたし、改めてその踊っていらっしゃる柚木レオンさんがあまりに素敵で、あまりに神々しくって、あー千恵ちゃんにはもっともっと踊ってほしいな、もっともっとこういう姿が見たいなっていう風に、踊っている千恵ちゃんを見て思いましたね。
で、ナポレオンからその嵐のように生きた男、眠らない男、ナポレオン組曲ときまして、バンドの皆さんだけで柚木レオンメドレーということで、懐かしい楽曲をねメドレーで演奏してくださいました。でその後レオン2からレオン2、そしてちえちゃんということで、もう私ちえちゃんのこの楽曲が大好きで、もちろんレオンを見に行った時もね、すごく素敵な歌詞だなと思いましたし、そのちえちゃんがご家族に対する愛っていうのをものすごく感じましたし、ご家族に本当に愛されて育ってこられたんだなっていうちえちゃんを感じることができて、だからこそちえちゃんってこんなに愛にあふれた愛の大きな人なんだなっていうのを実感してましたけれども、今改めてこのちえちゃんを聞くとまたちょっと違うように感じられて、本当に、まあ、客席ももちろん私もすごく感動して涙が溢れそうになりましたし、今のちえちゃんだから歌えるちえちゃんっていうのも感じられたんですよね。だからあの時とはまた違った、思いが詰まってるんじゃないかなって思うと、なんて素晴らしい曲なんだろうな、このちえちゃんっていう曲って思って。だから当然ね、コミカルに演技をされてるんですよ、皆さんね。紅さんのお父さんとか、まかぜさんのお母さんとかね、はるこちゃんも、あんるちゃんもそうですけれども、コミカルに演技はされてるんですけれども、だからこそ余計にその歌詞が胸にグッとくるというか、なんてあったかいご家族なんだろう、なんて愛情をたくさん受けて育って、その愛情をしっかりいろんな方に返せるちえちゃんってやっぱり、すごいなって、思いながら、ここはね、ちょっとずっしりと感動して見ていました。で、オーシャンズイレブンの愛した日々に偽りはない。そして、スカーレットピンパネル一かけらの勇気とありまして、この後はディアダイヤモンドから宝塚、そしてドラマティックダイヤモンド。ということでね、本当に盛りだくさんの内容で見せていただきました。で、柚木レオンさんっていう人は本当にショースターだなって改めて感じましたし、そのショースターである柚木レオンさんと MC でお話をするちえちゃんが、もうなんかギャップもね、またそこもちえちゃんらしさというか、そこもファンの皆さんが大好きなところで、このギャップも面白かったですし、なんか客席のちえちゃん愛も本当に大きくって、なんて愛にあふれた空間なんだろうって思いました。で、最後の方ね、こう、客席降りとかもたくさんありましたし、その、三兄弟、星の三兄弟と言われた、柚木レオンさん、紅ゆずるさん、まかぜ鈴穂さんが三人ね、こう、並んで肩を組んで、歌ってる姿を見るだけでも、本当に、ああ、ありがとうございます、みたいな。本当にね、なんかもう眩しすぎて、嬉しくって、懐かしくって、なんかいろんな感情で見ていました。なんかこの3人が星組を引っ張っていた頃ってこうだったな、こんな作品も素晴らしかったなって思いながら見せていただいて、なんか今またね、またトップを経験された3人が並んでいるっていうのが本当に素晴らしくって、またねこんなお姿を何年後か見せていただけると嬉しいなって、思いました。とにかくちえちゃんが舞台人として役者として宝塚時代からさらに大きくなられて、今もなおもっともっと輝いていらっしゃって、これからもっともっと輝いていかれるだろうな、新しい扉を開いていってほしいな、新しいちえちゃんがもっと見たいなって思わせてくれる、そんなスターさんだなって思いました。なので今回見れて本当に嬉しかったですし、本当に感謝しています。ちえちゃん、そしてディナーショーにゲストで出演された紅さん、まかぜさん、コーラスの夢木あんるちゃん、ね、音羽みのりちゃん、本当に本当に素晴らしい時間をありがとうございました。ということで今回は柚木レオンディナーショー、レオンマストゴーオン、レポをお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。